どうも、ねずっちです。おもちゃの紙幣を盗んだですね、42歳の男が逮捕というニュースがありました。何でもこの盗みに入った家、泥棒対策でね、おもちゃの紙幣を仕掛けていたそうです。で、この犯人がですね、まんまとそれを盗んで、逮捕されたというね。これあれだね、おもちゃだと知った時この犯人ショックだったでしょうね。頭をね、グーかなんかでガーンと殴られたぐらいのショック。グーでガーン、おもちゃだけにガングーだね。くだらなすぎるか。これはいくらなんでもね、くだらなかったですけどね。まあだから悪いことをするとこういうことになるんですよ。罰が当たったという感じじゃないですかね。悪いことをすると罰が当たる、これはもう昔から言われてますからね。どれぐらい昔から言われてるか知ってますか？やっぱ罰が当たるだけあってね、太古の昔からっていうね。どうだろうね、これはね。まあしかしね、この結構恥ずかしいよね、このニュースはね。泥棒の中でも恥ずかしい部類に入るんじゃないでしょうか。一言で例えたら、見ぬめもだね。そう、間抜けってね。ねずっちです。ではまた。